韓国文字栄院大統領の支持率が先週よりやや下落し、70%中盤を記録した。世論調査機関韓国ギャラップは22日、全国の成人選3人を対象に調査した結果、応答者の75%が肯定的な評価だったと明らかにした。これは先週より4%ポイント下落した数値だ。 よくできていないと答えた応答者は16%で先週より4%ポイント上昇。どちらでもないと、わからない応答拒否は9%と集計された。